ルも死んじゃったの？はい、まともに残っているのはゴーザ将軍が率いる本隊のみに。相手は8人なんでしょ？マジで言ってるの？マジでございます。シャルザードにも僕たちみたいなファミリアがついたってことか。ったく、計画が台無しだよ。たくさー、二者択一を迫られた時から嫌な予感がしてたけど、的中しないでほしかったな。隠し玉使う羽目になったじゃん。この振動は？イーサに頼んでさ、君たちに運んでもらったカーゴの中身解き放っておいてもらったんだよ。敵味方も皆殺しにする化け物をね。切り札は最後まで取っておくものだぜ。あとはイーサが勝手に戦場に連れてってくれるだろう。ま、途中で潰されるかもしれないけどね。そういえば、敵の情報ってなんかある？シールたちを瞬殺なんて、十中八九オラリオの冒険者だと思うんだけどさ。はい。まず、第二、第三師団を吸収したのが、エルフとダークエル。うん、うん。第4師団と予備戦力を追い詰めているのはキャットピープルと4人のバルームで。うん、うん。そしてゴーザ将軍の中央本体にボアズの大男が迫っているとのことです。僕用事を思い出したからちょっと席外すね。ああ、どうぞ。逃げよっと。止められん。たった一人だぞ。各師団から届いた嘘のような報告をもはや信じるしかないのか。敵は8人だけで8万の軍勢を殲滅しようとしていると。まさかバジリスク！ゴーザ大将、ここは危険です。急いで退避を。兵士どもを足つぶしながらこちらに来るか。白旗をあげろ。は？降伏だ。
あんな化け物にかなうわけがない。白旗、優れた将がいるか。殺すには惜しい。ヘディン、殲滅はなしだ。あれには機会を与えたい。